まずは抹茶カスタードクリームを作ります。ボウルに卵一つを割り入れて、砂糖 25g を入れます。こちらをよく混ぜます。このようにしっかり砂糖と卵が混ざったら、次は抹茶と、薄力粉をふるっていきます。薄力粉 20g、抹茶と薄力粉を卵の中に入れていきます。で、よく混ぜます。ダマにならないようにここでよく混ぜます。混ぜ終わったら牛乳を入れていきます。何回かに分けて入れて混ぜてください。こちらの混ぜ終わった液体を一度こしていきます。こうすることでカスタードクリームが滑らかな仕上がりになります。こちらのこした液体を電子レンジに1回目は1分、2回以降は30秒ずつかけて様子を見ます。最初はこのように、こんな感じですで、後から30秒繰り返し3回から5回レンジにかけていきます。2回目はちょっとだけ固まってきてるので、よく混ぜて3回目をまた 30秒間レンジにかけます。3回目はこのようにしっかりクリーム状になってますので、よく混ぜてあと1回か2回レンジにかけます。ここでよく混ぜないとダマになります。 OK。 3回から4回レンジにかけたらこのような感じ、クリーム状になるので、このままラップをして冷蔵庫に入れて冷まします。たい焼きの皮を作っていきます。まず水と牛乳を合わせたもの、牛乳が 150cc と水が 50cc なので合わせて200になるように準備しておきます。で、ボウルにすべての粉を入れて混ぜていきます。コーンスターチとベーキングパウダーと砂糖と薄力粉、そして抹茶
これを泡立て器で混ぜます。これをすることによってダマがなくなって後から生地にダマができなくなるので、泡立て器で混ぜるか、こし器で粉を振るようにしてください。はい、で混ざってダマがなくなったら牛乳と水を加えて少しずつ加えて混ぜていきます。全部入れます。ダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、ではたい焼きを焼いていきます。でまずは弱火で油を塗ります。ちょっとだけで大丈夫です。こちらと、と上の部分にも油を塗っていきます。はい、生地を流し込みます。そしたら次に抹茶カスタードクリームを入れます。また生地を上に足の部分も蓋を閉めてすぐ裏返しにして、で火をちょっと強めます。中火ぐらい。